ジャパンバーテンダースクールの校長の坪井です。いつもご視聴ありがとうございます。今日はこちらのリキュールアマレットを使ったカクテル、ボッチボールというカクテルを作っていきたいと思います。まあ、カタカナで書くとボッチボールなんですよね。なんかちょっとね、ドッジボールなのかみたいな名前ですけど、ボッチボールというふうにカタカナで書くとそうなんですけども、どうなんですかね、本当の発音はボッチボールとかってなんか発音する人もいるんですよ。ボッチボールみたいに発音する方もいるので、どっちが正しいのかちょっとわからないですけれども、まあカタカナ表記するとボッチボールなので、あのバーではボッチボールっていうふうに言うと、あの普通に通じると思います。材料はね、すごくシンプルで、作り方もシンプルなので、ぜひお家でもね作ってみてください。このアマレットですね、こちらを 30ml 入れて、オレンジジュース、これ絞ります、今からね、オレンジジュースを 30ml、 そしてこちら炭酸ですね、ソーダで満たしていくっていう、器具も使わない、こういうグラスに直接作る作り方、まあ、ビルドというんですけれども、ビルドで作る技法なので、あのご自宅でもね簡単に作れます。で、簡単なんですけど、これねかなり美味しいです。でそもそもこのアマレットがすごく人気なんですけれども、まあ、あんずの核からできてるので、なんか杏仁豆腐みたいなイメージの味がするかなと思います。ね、こうアマレットっていうと、まあ、少しこう苦いものっていう風な意味があるんですけれども、ただ苦くはないですね、やはり甘いですね、少しね、杏仁豆腐みたいな本当に味がするリキュールですので、こう好きな方多いんじゃないでしょうか。まあ、デザートカクテルとしてもいいでしょうし、まあ、今日作るカクテルはね、割とこのアマレットを使うカクテルの中ではさっぱりしてますので、まあ、食中酒としてもいいのかなと思います。ぜひ飲んでみてください。早速作っていきましょう。はい、まずグラスにね氷入れてしばらくね置いときます。この間にこれをね、割ってジュースを絞っていきましょう。30ミリですからね、多分1個の半分くらいでいいんじゃないかなと思います。これこしてもいいですけれども、果肉のつぶつぶを残したい人はもうこのままでもいいかなと思います。今日はこのまま作ってみましょう。もうねグラスチルドもしてなくても、ね、触ってみるとかなり冷たいので、今日はもうこのまま作ってしまいます。レシピはこちら、アマレットを 30ml ですね、はい、そして先ほど絞ったオレンジジュース、こちらも 30ml、オレンジ半分で、まあ30ちょっと取れましたけれども、まあ、ほぼ半分ぐらいですね。そして炭酸を注ぐ前に一度攪拌をします。そうしましたら最後は炭酸で満たしていく、非常に簡単なカクテルですね。炭酸で満たす時には、まあ、いつもね炭酸のカクテルの時に言ってるんですけれども、氷になるべく当てないようにして、液体をなるべく狙うようにすることで、こう注ぎながら攪拌するっていう、そういう風にね気をつけて注いでください。とはいえね、リキュールですので、やはり甘いですからね、下にやっぱりちょっとこう沈んでるような気がするので、そういう時はバースプーンでですね、氷をこうかき上げるというか持ち上げるようなイメージで、なるべく炭酸が抜けないように慎重に、はい、混ぜていただいて、こちらで完成です。で、この時に、まあ、このまま飲んでいただいて全然いいんですけれども、少しこう飾りをつけたいなっていう方はですね、オレンジさっき絞ったと思いますので、残りがあると思います。で、その残りをこのようなオレンジのこうスライスにしていただいて、中に入れていただいてもいいし、もしくは普通にねこうグラスの縁にかけていただいてもいいと思います。はい、こちらでボッチボールの完成です。
ごいね簡単なカクテルでしたよね。でもねこれすごくね人気出すとみんなあ美味しいっていうようなカクテルなので、まだ飲んでない方はぜひね飲んでみてください。私も久々に飲んでみたいと思います。うん、これはね嫌いな人がいないんじゃないかっていう味ですね。まあ杏仁豆腐が好きな人は絶対好きですね。でアルコール度数もそんなに高くないので、ですから、お酒がねちょっと強くないよっていう方もいいんじゃないかなと思います。私ちょっと甘いのよりもさっぱりした方が好きなので、ちょっとねレモンジュースを加えてみました。アレンジですね。私はこっちの方が好みですね。まあ簡単なカクテルであるので、いろいろ皆さんお好みでねアレンジしていただいてもいいですね。今日は炭酸で割りましたけれども、これをこうジントニックとかに使うトニックウォーターとかで割ってもね美味しいと思いますし、トニックウォーターで割るんだったらあれですね、レモンジュースちょっとだけ入れるとね、トニックウォーターちょっと甘いですからバランス取れやすいかなとも思いますし、ジンジャーエールで割るのも絶対美味しいですね。やっぱりこのアマレットとジンジャーエールってすごく相性もいいので美味しいと思います。いろんなこのボッチボールのアレンジ版も試していただければなと思います。それでは本日もご視聴ありがとうございました。